こんにちはミホです今日はギターの練習に行きました課題曲を決めてその曲を前奏から最後まで弾けるようになり弾き語りをできるレベルまで持っていけたらいいなと夢を見ていますが今のところ多分8%ぐらいです引き続き頑張りたいと思いますギターの練習の後お友達の家に遊びに行きました私は フィナンシェを持って、フィナンシェ、フィナンシェ。私はフィナンシェを、フィナンシェ。私はフィナンシェを持ってきましたが、一緒に来た、一緒に来てないよね。私はフィナンシェを、フィナンシェなんだっけフィナンシェ。フィナンシェ。フィナンシェ。私は フィナンシェを持ってきましたがじゃんなんとお友達もフィナンシェをお友達もフィナンシェを持ってきていましたじゃんこちらのごちそうをいただきましたたっぷりの野菜とメインはハヤシライスです私はハヤシライスが大好物っていうことに最近気がつきました今日のメニューがハヤシライスということを昨日から知っていたので 楽しみで楽しみで仕方ありませんでした。とっても美味しかったです。作り方を教えてもらったので、今度家で大量に作ってストックしておきたいと思いました。じゃあ今日はこの辺で。バイバイ